はい、皆さんこんにちは、アチェでございます。太鼓リシレン5のパート89やっていきたいと思います。海賊多いですね。もうこうなってやっぱ水軍の人とね、ちょっとね、よくし仲良くしないといけないですね。どうしようかな。よいしょ。こうか。もうね、水軍で戦うとね、間違いなくろくなことないんでね。あら、ないわこの人。こうかな。いや、あ、いいか、これで。ここは、あ、海か。ダメだわ。ダメね。待機で、この人もこっちで待機で。海でしょ。あ、これダメだわ。水軍ないと大変だね。243人、海に投げ出されましたね。そらひどいわ。あ、敵の援軍がね、あ、敵の大将があっちに行ってくれましたね。これはもう特技で歩兵しましょう。この人はね、こっからね攻めていきましょうね。弓矢を取ってる場合じゃないんでね、正直ね。あ、この人も直でいけるわ。連携とかできないかな。うわーうわ、つらいなこの人も。はい、あ、そっちを攻めに来る。大将が逃げなければね、いいんで。ああ、逃げたか。大将逃げちゃったか。これでどう？あ、しゃべれた。まだかい。あ、敵の援軍か、あれ。あ、結構消耗しちゃいましたね。意見聞きましょう。守備が圧倒しておりますと。高いのか。周辺で簡易戦闘で行きますね。あ、素通りか。あらら、敵型の援軍。あ、野生に入るんだったらね、いいですよね。まだ、規模から言うと、ちょっと待って、これ水軍弱くねえか。味方の水軍がね、あ、二つも水軍なのか。源内さんっていたな。ああ、大将が出てっちゃってるような気が。あれですね、こっちは援軍を叩けばいいのかな。あ、これで織田家と仲が悪くなるという攻撃なんでしょうかね。さてもうここまで来ちゃったらですね、とりあえず敵の本体ここか。龍造寺、どう言ったらいいだろう。とりあえずですね、どうしようかな。囲むかな。そうよね、秀吉ですねこれね。秀吉を餌にしようか。
ぱりね、あでもね早くやりたいな。いやここはちょっと歩兵でね、歩兵できない人いるでしょ。あ神戸さんも歩兵しましょうか。特技の歩兵ね、歩兵を実施して、で歩兵のできない人ね、うん、この人歩兵ができない、この人も歩兵ができないよね、ですね。というわけですので、ここで秀吉を歩兵させまして、これでも水軍の方の本体がダメになりますね。これ1000、あこれでもこっちが大将か、となると大将打った方がいいかな。大将打ちに行った方がいいよね。あれこの人移動力悪いな、なんかこの人打った方がいいですね。あこの人移動悪いな、ヒア打てね、あヒアいけるな。あ減ったな結構。多分これは負けるな。撤退じゃねえかい。あ撤退するなこれ。大将残りましたね。あ、いいですね。いいですね。さて、これはもうあれですね。特技で連携ですね。でこの人も連携ができれば言うことないんですけどね。あできますね。でこの人は連携ができないんですね。この人遠隔で、おっしゃ来たね、これで落としましたよね。で次はこの人が連携はできないから、普通に攻撃したら誰か撃ってくんないかな。あ撃ってくんないか。ならまあ神戸さんね、神戸さん連携で、ただねこっちの本体がやられそうですね。敵のね、ちょっとね単位は省きますけども、敵のね、水軍のね本体が3681でしょ。でうちの本体の水軍のね本体がね1870でしょ。もうダメなんですよね。あと軒並み3桁でしょ。敵4桁ありますしね、ほとんどね。これはかなり辛いなというところですね。でやっぱ士気もねかなり低いので、これはどうかなっていうことですね。ちょっと来るんじゃなかった感がね半端ないですね。まあ、どうせ兵失っちゃうんでね、もうここで大暴れしときましょうっていうとこですかね。一斉攻撃が使えたらねいいんですけどもね、こいつ相手に一斉攻撃でも仕方がないよね。だもんでどうしよう。行ってどう、誰か来ない、来ないか。よし
こっちで言っときましょうかね。で、秀吉さんで、特技で、あ、そうか、連携使っちゃったのか。たらもうしゃあないね、こっちね。よし、落としましたよと。で、こっち、あ、官兵衛さん、まだ使ってなかったのか。一斉攻撃できないもんね。だらね。お、これいっちゃおう。おー、めちゃくちゃ下げた。めちゃくちゃ刺激下がりましたね。あ、官兵衛さんぐらいになると違うんですね。でももう終わるわ、ここ。あ、官兵衛のあれ聞いたなぁ。これで終わるんじゃねえか。ね、ほらほら。あら。こらぁ。いいなぁ。ちょっとこの人あんま出すのもちょっと、あれなんですけどね。タワー敵が、あ、上陸してきた。あら、いいかもしれないですね。あ、なんか敵がこっちに来だしたぞ。あー、いいですね。これ勝ったらすごいな。一斉攻撃を温存した回があるかな。こうなりゃですね、こうなりゃね、こうなりゃ、ああ、秀吉さん弓でバンバンね。官兵衛さんも一歩下がろうかね。で、この人もちょっと下がって、この人もこっからでいいかなね。いいような感じしますよね。で、これで、あ、いいですね、いいです、いいです。あ、撤退してんの。撤退しちゃった。どうなのこれで。これですね、敵の援軍が残ったままになるのかな。ほぼ五分五分でも味方の本体がね少ないでね。ああ、五番備えが、はい。年長さんが眼福でいいのかな。あー、来ちゃった。これはちょっとメンツもまずかったな。あ、撃ってきたか、撃ってきちゃったか。あー、このなんだろう、長丁場になるとね、これの繰り返しかな、消耗戦になるんだよね。もう本願寺思い出しちゃいますね、これね。
これあんまり干渉しちゃダメだわ。これはどうなのね。もう兵を失うと思ってやった方でやらないとダメですね。せっかくなんでね、もうやっちゃいましょうね。ね、じゃあね、この2人を置いて、そうですね、復兵しちゃいましょう。この人も復兵。ねえ。神兵衛さんも復兵。あ、神兵衛さん兵減ったなぁ。なんかやっぱりね、ちょっとね、はぁ、森ぐらいで復兵ですね。それがね、なんかね、ボーナスでも付き合いんですけど、よくわかりませんね。私はね。ダモンでちょっとこの辺で、特技として、剣士。で、こちらも、この辺で、打てないか、この辺でかな。特技で、剣士。撤退するわ。あ、ダメですね、これは。撤退しましたね。まあやれるだけやってみましょう。ああ、秀吉の部隊がちょっとあれですね、気が下がってますね。早く撤退してもらいたいような感じですけどね。さてさて、特技で連携しておきましょう。あ、なんか敵が強いような気がする。士気の違いかな。で、神兵衛さん、神兵衛さんどうしよう。いや、いいわね。ここで、ここで、こうやったら、来るね。あ、まだ来ないかい？これで、あ、とりあえず。神兵衛さん待ちましょう。あ、これでちょっとね、敵がね、撤退する、あ、味方が撤退するはずなんでね。これ敵の本体が撤退しましたね。じゃあおしまいと。はあ、おしまいなんでね、ちょっと。あ、コンベイさん、あれ、これさっきおらんかったか。ああ、来ましたよね。あ、南蛮寺がある。いやね、宿やね、ちょっとね。あ、お代は半分で13日、そういう気もしますけどもね。てか、もう時間来ちゃった。ですね、ちょっと旅人と喋ってみたいね。なんて言った、平井常春、まあいいや。じゃあね、太鼓立志伝5のですね、パート89、この辺で終わっておきたいと思います。ありがとうございました。